どうも、ジェノマです。どうも、ジェノマです。どうも、ジェノマです。最近本当にいいとこない。やっぱね、そのお前たちに勝ちたいわけよ、要は。そうね、勝ってたじゃないですか。だからあの、勝ってたよ、勝ってたよ。この前29時間起きてる俺には勝ってたよ。あんなんで勝っても嬉しくないから。いや、あんなんみたいなことやな、この大きいの。妨害とかは今回してません。妨害、身体的な、起き続けろみたいなこと。身体的な妨害しません、今回は。今回は精神的な追い込み、追い込み、追い込み、精神的な追い込み。そう、この前のはちょっと仕打ち的な感じだった。物理的にずっと起きとけよっていう。今回は精神面から痛みを。なるほど、はいはい、秘密人物をね、秘密人物用意しましたので、はい、ご紹介したいと思います。ヒプノティスト大さんです。お願いします、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 お願いします。どうも、ヒプノティストの大です。お願いします。本物だ、本物だ。大さんは催眠術のスペシャリストということで、はい、今回はこいつらを今からね、催眠術にかけて、はいはいはい、脳を弱体化させる、はい、なるほど、そんなことができるんですか。もう脳みそをもうかき回してきますよ。呼んでおいてなんですけど、めちゃくちゃ 疑ってますから。ちょ結果とかあるんですか、この、はい、実績、今実績みたいな。テレビ出ました、テレビ。おお、すごい、テレビ。え、何のテレビ、何のテレビ出られたの。桜井有吉ザ・夜会出ました。強い、強い。今日はあのー、まあ、ガチンコでやらなしで、もちろんあのかかってなかったらかかってないって言っていただいていいので。あ、わかりました、わかりました。僕の失敗もさらしていただいていいので。あ、わかりました、はい。そこまで自信が弱いと、はい、じゃあ、 例えばかかった時にかかったふりみたいなのせんくていいと。もうそれは一番の部署で。いや、一番、そうですね、わかりました。まあ、逆にね、任せてください、任せてください、任せてください。骨は拾います。わかりました、はい。というわけで、早速やっていきたいと思います。Make it pass go with。 あ、メガネが、あっ、逆に今のでいきましょう。逆にね。ということで、今回の問題は2019年の、共通テスト思考調査の、数学 1A 第1問でございます。共通テスト思考調査、はい、まあ、要するにちょっと他のセンター試験より頭を使うような。なるほど。制限時間は15分です。はい、それでは始めます。よーい、スタート。あ、こっからもスタートだよ。1位の方はキムデンガーさんの20点です。よーし、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 くだらない、よーし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 、くだらない茶番劇だな。まあまあまあ、よーし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 。そして第3位の方は14点の花尾さんです。うえーい、うわ、意外と取れてる。第3は4点です。おー、やった、おー、4点、やった、やった、記念受験、記念受験、やった。2個当たってた。これ絶対当てると思いましたね。すごい。いや、でもなんで最後の層だけ当てれば絶対勘やん。だって正とか数当てなでって言ってたわ。まあ、予想通り我々が審査を舐める結果となったということで、我々っていうか、いつの間にか第3と俺チームになってたけど、我々がね、痛い目見たということで、今から本領発揮ということで催眠術をかけてもらいます。でも、まあまあ言うても僕まだあれなんで、そんなわけないと思ってるんで。だって僕ら何回センターで戦ってずっと勝ち続けてるんですから、そんなわけない、はい、俺らが負けるわけない。お前らって逆にセンターに催眠術かけられてるまであるわ。いや、確かに、それは神がお前にそれはあるまである。それはある。お前だってセンターご自由にお取りくださいって言ってるから。それきますもん。はい、というわけでやっていきましょう。はい、レッツヒプノティクス。はい、まあ、じゃあやっていきましょう。ガチで勝とうと思えば脳みそが勝つスイッチになるので、ぶっちゃけ溶けちゃいます。気持ち的には、あ、確かになんかそうなってるなっていう感じがあったら、そっちの方に転がっていった方が、まあ、かかりやすいです。対決系は。わかりました。じゃあ僕の指を見てください。眠ってスッと力抜ける。首の力、肩の力、スーッと抜ける。見て、眠って、スッと力抜ける。首の力、肩の力、スッと抜ける。では3つ数えて目を覚ますと、あなたは、そう、自分の頭の中にある公式という概念が消えてしまう。全く思い出すことができない。3つ数えると必ずそうなる。1つ、2つ、3つ。はい、はい、ということで、今ね、催眠で、この電眼キムが、うん、数学が解けなくなる呪いがかけられたそうなので、これでね、一応三段としては僕と第三が
勝利するというねシナリオなはずなので今からねそれを実験していきたいと思います。はい、ということで、はい、じゃあ今回の問題は、2019年、思考テストの、数二 B 第2問積分でございます。絶対、積分ならまた、はい、はい、それではいきます。はい、よーいスタート。集中すればするほどどんどん頭がぼーっとしていきます。そう、まるでもやがかかったように頭がぼーっとしてきます。いや、俺もかかりそう。やばいやばい、俺まだ残ってるから予備サイン解こうと思えば思うほどどんどんあなたは1が気になってきます。1という数字が何なのかとっても気になっています。ペガさん、左手でこのペン持ってもらっていいですか。左利きですか。違いますよね。左手でしか握れなくなったら不思議ですよね。もうあなた、この手ガチッと固まって、そう、手を離すことができないよ。一つ、二つ、三つ、ガチッと固まる。もう、はい、手を離すことができません。そう、あなたは左手でもうそのペンを持つことしかできないです。はい、外せるなら外しちゃっていいです。そう、あなたでも左手で持つ方が楽しくて仕方がないんです。数字を見れば見るほど、あなた、そう、なぜだか、トマトという人が頭の中に浮かんできます。そう、数字を見れば見るほど、なぜだか、頭の中にトマトが浮かんできます。そう、なぜだか、頭の中がトマトでいっぱいです。あなたはトマトしか考えることができません。頭の中がどんどん止まったみたいな。終了でーす。とんでもないこと。これありますよ。これあります。これあります。これありますよ。完全にハッキングされてたもんな、脳内。なんで言うのかな、問題文の意味が読み分からんかったよね。だから多分な、やったことある人にしか分からん感覚があるよ。これでもな、これ伝わらん気もする。途中で俺も分かったやってると思われたくないな、これ。いや、そう、でも俺も途中で第三の言葉に俺ちょっと一瞬耳傾けてから、そしたら、トマト俺も入って流れ込んできて、うわ、やばいやばい、トマトのさ、トマトの輪切りが脳内が敷き詰められたわけ、一回。俺だって最後のやつ、トマトに似たやつ選んだ。最後の2個選べみたいなやつ、スケみたいなやつ。ここまで僕は弱体化できたんで、あとはもう花尾さんがどれだけ地頭、単純に単純の僕の地頭がどうだったかっていうね。さあ、採点が終わりました。うえー、勝てたい勝てたい勝てたい、来い、勝ちたい。1位の方は満点のキムさんです。はーい。いやいや、最初の「ああいい」見た時に溶けてしまって「ああいける」かもしれないと思ってしまって、それでちょっと溶けたかもしれない。センターの催眠かかるな、お前。それでお前、それで「あっ、そんなの1と2やん」ってなって、もうそれでちょっと催眠どっか行っちゃいました。さあ、2位の発表です。2位の方は10点の花尾蓮華さん、両方10点です。惜しい。あの、この方に弱体化させるためやったけど、俺を強くするのもあって、1にしか見えませんみたいな言って1選んだら合ってたって。1選んだら合ってたって。大さーん。まあでも負けてないってことは重要よね。そうっすよ。うん、ってことで、まあ検証結果としては、もう第三の大勝利と、大勝利と、これ予備サイン俺受けてへんかったらな、多分勝った。だからじゃあ俺とお前対マンであと1回だけやろう。強化催眠、弱体化催眠をもう1回やって、あ、それはいけそう。それはラスト1やっとこう。確かに、わかりました。あなたは超集中状態で
問題を解くことができる。3つ数えると必ずそうなる。3つ数えて目を覚ますと、そう、あなたはトマトを考えたくてしょうがない。むしろそっちの方が楽しい。1つ、2つ、3つ。おはようございます。はい、よーい、スタート。そう、集中すればするほどどんどんその丸がトマトに見えてしょうがない。そう解こうと思えば思うほどどんどんあなたの頭の中にはトマトが浮かんでくる。頑張ってください。はい、俺にはやっぱ励ましの言葉だけやから。それでは運命の結果発表の時間です。クイズ対勝ちたいよ。勝ったのは引き分けでした。バカかよ、バカかよ。うわ、あと1問だけ取れてればいいのに。これマジ問題文意味不明。これマジで全部トマトに見えてたから。マジで全部マジトマトに見えてたから。なんでさすまっとんねんお前。多分これって多分ということで、はい、今回の結果は、2回やって2匹分けなんで、これ完全にさすがに催眠術でトントン説。というわけで、はい、次回は、24時間オクテル電眼に催眠術かけたら、勝ててかけたらさすがに勝てる説。よしよしきつ、それはもう絶対勝てる。それで、それで引き分けやったらもう一個まだ立たさなかったということで、また次回弱体化でお会いしましょう。弱体化でお会いしましょう。さよなら。